はい、ともこみです。さて、本日は、つむぎ組さんからお届けしていきたいというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、タウンホール11から13、幅広くですね、クラン対戦の動画中心にお届けしていきたいというふうに思っております。クランにいる上で、やっぱり対戦で結果が出るか出ないかってめちゃくちゃ大きなポイントだと思うんで、そこで、悩んでらっしゃったり、もっとね、成果出したいと思っている方の、ヒントになる動画、たくさんお届けしたいというふうに思っておりますので、最後までご覧いただきまして、いいなというふうに思った場合には、ぜひ、グッドボタン押してもらえたら嬉しく思います。また、チャンネル登録がまだの方は、そちらの方もぜひよろしくお願いします。というところで、本日は、サービス終了編でタウンホール11に12バージョンやっていきたいというふうに思います。で、単なる旅集では、もちろんございません。今日はですね、スーパーアーチャー、こいつの活躍を見ていきたいと思うんですけども、ポンコスのボンクラや、他の、YouTuber の方の動画、ケイスケさんも上げてましたかね。で、ジュンク長さんが、サビ集の、スーパーアーチャーバージョン、やっていた動画、たくさんご覧になっていると思うんですけども、これとはちょっと違うんですね。ちょっと違う。何が違うか。まずは、ご覧いただきたいと思います。これ、結構ね、いいんですよ、これが。つむぎ組さんの、今回リーダー、りゅうきさんの攻めを、徹底的に見てもらいたいと思います。りゅうきさん結構サビ周編成やるんですけど、ライトニングサービス終了編成的な感じですね。サビ周って何かっていうと、もう序盤にユニット、これをドバーってこう出したんですよ。で、ブワーってこうやっちゃうんですね。バーって、やっちゃうんですね。そういう攻め方なんですけども、実は、そう簡単には言えない、いろんなテクが詰まっている攻めでして、そこに関してはちょっとですね、私の過去の動画、サビ集編成系の、解説をしている動画、ぜひご覧いただきたいんですけども、今回見てほしいのは、この2体のスーパーアーチャーがどんな仕事をするのかですね。ゴーレムで盾を取ってから、一気に横に広くネクロマンサーを出していきます。こうすることによって、ゴーレムとネクロマンサーが、お互いにこう補完し合いながら、ターゲットを取って、ネクロ本体を守っていくというのが一般的なこのサビ集の形になります。で、今回は、ここと、ここ、インフェルノを追っていったことによって、まず横打ちがされないことに加えて、横に反れないんですね。しっかりまっすぐ前に進んでいくっていう。そういう形の状態をまず作ります。で、スーパーアーチャーですね。今、1テンポ、2テンポ、3テンポぐらい遅れて出したスーパーアーチャーが、レイジに乗って、これ、マルチインフィ、施設であるウィズトを壊しましたね。で、さらに、こっから、相手の、ラバーパピーを撃っていって、で、こちらにいるスーパーアーチャーは、今、ここ、大砲を撃ってきましたよね。さらに、ここのタンクを撃っていく。で、上側にいたスーパーアーチャーは、今、中心部入ってタウンホールの付近にいますね。そこから、クロスボウを打っていく。この辺まで言って、ちょっとあれあれあれって思ったかもしれないんですけど、スーパーアーチャーって、射程が長いんで、どこを狙ってくれっていう風に、指示するのは難しいんですよね。でも、それって、言ってみればネクロマンサーも同じだと思うんですよ。遠距離攻撃なんで、思った通りに進みにくいって特徴はありますよね。で、その、ネクロマンサー攻めをする上で一個重要なのは、なるべく防衛施設の体力を削っておいてスピーディーに突破するってことなんですね。これどういうことかっていうと、例えば、クロスボウと相対するというふうなシチュエーションを考えてほしいんですけど、例えばクロスボウ。ここに陸のクロスボウがありますね。この範囲に対して、中に入っていったら当然撃たれますよね。ガンガン撃たれますよね。撃たれてきます。ガン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 こうね。撃たれてくる。で、じゃあ自分のユニットはどうかっていうと、中に入ってから到達するまでに、ここに到達するまでに、1、2、なんならこっちも3、4、5、6って、これ突破しないとクロスボウにアプローチできないんですよね。じゃないですか。なんで、そこに行くまでに当然削られます。で、削られてやっとこさ届いたクロスボウが、こんな体力満タンのムキムキ状態だったら、おい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 、ちょっと待ってくれよってなるじゃないですか。そこを
スーパーアーチャーだったら遠くから射抜けるんで、ネクロ本体がそこにアプローチするまでの間、スケルトンとかを縦にしながら、こっからピューンってこう遠距離で射抜いていくんですね。ガン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 。そうすると、いざネクロ本体とかが、このごめんなさい、クロスボウに到達した時に、もう体力が半分とかに削られてるわけですよ。言ってみればクエイク4発ぶつけたのと同じくらいの体力になっててるってわけなんですね。こうしたら突破するのが簡単になるじゃないですか。っていうことで、次から次へ新しい施設にどん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 アプローチしていくことによって、一個一個の防衛からダメージを受けてる時間が相対的に短くなるっていうのが、このスーパーアーチャーが作り出すマジックなんと思うね。で、それを龍騎さんめちゃくちゃ今回の対戦で多用しまくってますんで、ぜひ見ていってほしいというふうに思います。これ2つ目ですね。龍騎さん、龍騎さんもサビ周辺性結構すごいですよね。ジュンクさんを結構自分取り上げてきてましたけども、まあ取り上げたって言い方はあれかな、ジュンクさんにいろんなお話をたくさん伺ってきましたけども、龍騎さんにもちょっと聞いてみたいなというふうにこれ見ててすごく今感じてる次第ですね。お二人のネクロ談義みたいなのをちょっと聞いてみたいですね。まあ、あとまだまだね、このスパーアートスパでねえわ、サービス終了編成戦術、うまい方はいっぱいいらっしゃって、まあ、言ってみれば、カンクラにいる三毛猫さんもすごくうまいんですけど、まあ、そういった方々のサビ周編成のなんか、対談をね、すごく聞いてみたいなっていう、めっちゃしますね。まあまあ、まあ、それはさておき。今回は、ね、この、3時側、9時側のインフェルノを削っておきながら、こういう格好で、ネクロと、ゴーレム出していきますね。で、同じようにゴーレムで盾取りながら、ネクロマンサー、スケルトンを出していって、ゴーレムを補助しながら、なお、どん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 前に進んで。で、ここの壁は、ウッドランチャーで、破壊していきながら、スーパーアーチャーですね、今中の方に向かっていってます。で、このスパーちゃんがまあどんな仕事をするのか。まあ、ネクロマンサーの仕事を見たい場合には、ちょっと過去動画ぜひ見てみてください。今回はもう、とにかくこのスーパーアーチャーの仕事を見てほしいと思うんですけども、上方面はもうババキンがなんか突破してきてますね。で、下方面、こんな感じでスーパーアーチャーが攻めていってくれるんですけども、やっぱね、ダメージ効率がいいんですね。こういう風に、金庫にターゲットを取ったら、後ろにあるこのエリクサーポンプとか、こういうの簡単に破壊するじゃないですか。で、どんどんどんこうね、破壊を後ろからしていく。で、もう一個重要なのは、まあ、ボーラーとかだと結構射程が、ネクロマンサーと同じぐらいなので、まあ、ネクロ本体にダメージが入るタイミングで、迫撃砲とか、まあ、ウィズ島とかって一緒に巻き込まれちゃったりするケースが多々あるんですけど、あった、まあ、スーパーアーチャーって、一歩後ろからこう、アプローチしてくれるので、まあ、やられにくいんですね。で、さらに今、巨爆一発食らいましたけども、巨爆にも耐えるので、耐久力もまあ、そこそこある。だから、そもそもネクロマンサーが巨爆を踏んでくれるから、スーパーチャーが巨爆踏むケースは少ないんですけど、仮にこう、外周にそれで踏んでも、すぐにそれでやられたりはしないということですね。そういう体力の、メリットもあるので、このゴーレムネクロマンサー攻めに、スーパーチャーちょい混ぜするっていうのは結構なんか、いいのかなっていう気がします。この攻め方を龍騎さんが徹底的にやっていて、今回だから2アカウント11、12を出していて、星 6×2 なわけですよ。12なんですね。それを全部この攻めでやってるっていう時点で、まずこの攻めのポテンシャルがすごく感じられるし、でうまくいかなかったとしたら、それは村選びか、ないしは自分のユニットの出し方が悪いって、まあ、どっちかだと思うんで、村選びとユニットの出し方に関しては、過去の私の動画ですね、ジュンクさんに聞いた、スパネクを、ネクロマンサーを使ったサビ周辺性の 特徴じゃないの、なんていうの、その、技術みたいなところをまとめた動画がありますので、ぜひそちらをご覧いただければというふうに思うんですけども、それに、基本的には龍騎さんの攻め方も結構、近しいところがあるので、なんだ、応用は十分効くのかなと。で、今回もさっきと同じパターンですね。ここ丸、インフェルノ2本こう崩しておいて、ライトニングで崩って、で、こういう風にくの字型に、ゴーレムネクロを展開して、で、中心部分からウッドランチャーで刺していくという、ね。
をすることによって、ここが壊れているので、まるしこうカットされているような感じになるわけですね、こういう風に。で、前に前にこう、こういう風にユニットが進んでいく、というような絵が描けるという格好ですね。あのライトニング打つときも、あの5発4発をまとめてダダダって打つんじゃなくて、なるべく周りの、エリクサーポンプタンク金山とか、まあ、タンクは無理か、エリクサーポンプ金山とか大砲アーチャー塔とか大宮砲、そういった施設を巻き込んでなるべく多く壊せるように、でネクロマンサーの通るルートを作ってあげることを意識した方がいいと思うんで、ここ注意ですね。で今回に関しては、ちょっとね、あーしまったな、これはちょっとすいません、もう一回見させてもらっていいですか。あの今ちょっと大事なところをお話ししてたはしたんですけども、そうそう、今回、スーパーちゃんがやられちゃうんですね。そのパターンをちょっとお話し忘れてました、ごめんなさい。マルチインフェルノはきっちりとクエイクライトニングで追って、クの字型にゴーレム、ネクロマンサー展開ですね。でスーパーチャーは今出していって、この中心部分にちゃんと入っていくようにします。これですね、ネクロマンサーでちょっと、いやこれ止めとこう。ネクロマンサーでここの部分を壊してから、これですよ、これを壊してから出すとちゃんと壁の中に入りやすくなります。これはキングアーチャークイーンも同じですんで、まあ、そこはさっきジュンクさんのって話をしましたけども、そこでも話してますけども、鉄板なんでお気をつけください。やる場合にはダバッと全部出しすぎずにテンポを少し開けることも大事です。で今回のケースで言うと、前線に出ているゴーレムと、スケルトンがほぼほぼいないんですね。でこうなってきちゃうとアーチャーがこうダメージ食らいます、割と。で食らっちゃうとそこから先やっぱこうやっても体力の高いユニットではないのでやられちゃうっていうことになるわけですね。まあ、そこに関してはちょっと注意が必要で、今、これ、相手のラバーホンドが弾けていましたけども、その後このバルーンですね、バルーンにアーチャーが、スーパーアーチャーがやられちゃっていました。まあ、こんな風に、やっぱりですね、盾になるユニットがないと、このコスト12枠のスーパーアーチャーが、なかなか、活躍最後までしきれなくなるので、まあ、当然こういうリスクはあります。まあ、ただ、これって、じゃあいざ、そうならないようにやろうかって思ったら、割とまあ難しいじゃないですか。言うまでもなく。なので、なってしまった場合には、まあ、若干、いい加減かもしれないけど、まあ仕方がないかなって思っても、まあ、個人的にはいい部分なのかなっていうふうに思ってます。で、まあその前までに仕事をちゃんとしてくれればいいし、最後まで生き残んなくてもね、仮に。生き残ったら生き残ったで、その間の貫通攻撃がめちゃくちゃいい仕事をしてますんで、ボーラーよりもまあ当然、いい仕事をしますから、その効果が、まあしっかり出てたのかなっていうふうに思ってもらっていい。まあ、そこら辺は終わった後の結果によってまあ考察すべきポイントだと思うんですけども、そんな感じですね。でラストタウンホール11のこの、ね、スーパーアーチャー編成いってみたいというふうに思います。まあ、何せもやられない、かつ相手の幅広い防衛だったりストレージ系の施設にダメージを与えてネクロマンサーがそこを突破しやすくするっていう、まあ、この2つの効果、これがスーパーアーチャー2体入れることによって結構変わってくるので、ゴーレム、ネクロマンサー、スーパーアーチャー、まあ、この組み合わせっていうのは、ぜひですね、一回試してみてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。スタンホール特に11、12の方は、この攻め方ありな気もしますね、でもまあ、そもそもちょっと今回のその龍騎さんのアタック見てて思いましたけど、このライトニングを使って、インフェルノを2本折ってからの、ドバダシサビシュー。これはこれでもうなんか一つのパターンとしてこれもすごい強そうな気がしますよね。例えばこことここが壊れているので言ってみれば村がこういう風に見れるわけですね。こういう風に、わかりますかね、こういう風に。で当然こことここはカットしなきゃいけないんですけども、そこのカットは横に出したネクロマンサーがこうになってくれるわけじゃない、になってくれているから、あとは中心部分にウッドを使ってガンガンこうね攻め入っていくっていう感じですよね。ネクロマンサー本体が結構外に逸れていますけども、まあまあ多少逸れていくのはまあ構わないですね。アーチャークイーンが壁の中に入んないとこれは致命的なんで、マジでここだけは注意してほしいなというふうに思うんですが、アーチャークイーンが入って、まあ、ネクロが 2,3 体入ってくれれば
中心部分の突破はだいぶいけると思います。こんな感じですね。ネクロマンサーが今こ、ね、1体かないますけども、それでも結構、今スケルトンの数がいっぱいあったじゃないですか。あんな風に、まあ、横からスケルトンが両サイドにこう流れた部隊のスケルトンが中に入ってくることもあるし、まあ、そういったのも使いながら、ネクロマンサーたちの、ね、スケルトンもしっかり盾にして、アーチャークイーンないしはこのスーパーアーチャーが生き残る形を作っていけるかどうかですね。ほらこれ完全にこの、弊社を利用してこのアーチャー党の体力が半分にこう削られましたよね。こうなってくるともうこの突破がすごい早いんですよ。スケルトンもバーバリアンキングもここに対してアーチャー党にダメージ与えられませんけど、今これスーパーアーチャーが壁の外側からこう狙ってきましたよね。で仮にこれがなかったとしてもネクロマンサーが、まあ、数発殴ればアーチャー党が折れるって状態になってましたんで、突破の速度が全然変わるってことですね。まあ、なんでまあ、ゴーレムネクロス系の戦術をやってる方にはスパウィズっていう手もあるしボーラーっていう手もあるんですけども、まあ、そこの枠を少しスーパーアーチャーに割くことによって不確実性は、まあ、不確実性はあるんだけども、まあ、そもそもこのドバダシ系戦術ってある種不確実性を受け入れて使う戦術だと僕は思ってるんで、それを少しでも確実に近づけるのに結構効果があるんじゃないかなっていう気がしています。ぜひですね、皆さんの手で試してみてもらって、やっぱりダメだった、いやうまくいったよ、ぜひコメントお待ちしております。というところで本日の動画を終わりにしたと思います。いかがでしたでしょうか。もしね、あこれ参考だったの面白かったなというふうに思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネルですね、タンホール11から13まで幅広く、動画を扱ってまいりますので、まあ、こんな形で、まあ、いろんな、攻めのヒント、皆さんに気づいてもらえたらすごく嬉しく思いますので、ぜひ今後とも、ご視聴よろしくお願いいたします。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。